ぱりすごく緑が綺麗で、一日一日と今どんどん緑が濃くなってきて、すごい気持ちのいい場所になってるなと思います。でもうちょうど車の音もね、ちょっとこう緑の向こう側に聞こえてきて、やっぱり東京の中のオアシスっていう感じがするし、音楽はクレッグ・リチャーズさんとのコラボレーションです。その環境の音と緑の静かな音と、それからこの、キューレーションされる音楽とがこう一体となって、特別なまた音の空間が作られるかなっていうふうに思います。仮設のパビリオンがもうあと何日かで完全に出来上がってくるけど、ここまでできてくるとやっぱりすごいワクワク楽しみですね。この庭園そのものがじっと座って見ているといろんな植物の状態に触れることができて、やっぱりいろんな発見があるんじゃないかなと思って、2日間が本当特別な2日間が出来上がるかなっていうふうに楽しみです。